イシュプイに及び、メヌア時代のウラルトゥの藩と、緑色はアッシリア帝国の藩とムサシルの神殿。イシュプイには、ウラルトゥの王。南方のウルミアコ近辺にまで、ウラルトゥ王国の勢力を拡大した。ウラルトゥ王サルドゥリ一世の息子。父の後を継ぎ、内里の王、偉大なる王、世界の王を名乗った。軍政改革を推進し、ウラルトゥを、オリエントの強国の一角に加えた。 南方に勢力を拡大し、万内人の町ムサシルを攻略し、このことは、イシュプイニの息子、メヌアがケリシン飛ぶに残した文面から伺うことができる。この町をハルデガ神に捧げて、ウラルトゥの重要な宗教都市としたが、同時にこの地方は重要な鉄の産地でもあった。ウラルトゥの半島、バンコとウルミヤコの間の領域に拡大したイシュプイニは、 南方の宿敵やシシリア帝国のシャム氏、アダドゴセイ及びその王妃、シャンムラマトとも戦った。また、アラス川の北方から南下してくる遊牧民とも戦い、これを撃退したという。ウラルトの主審ハルディ一ュプイには、ウラルトを中央集権国家とするべく宗教改革を行った。上記のように、ウラルトの主審ハルディの最初中心地を新領土にあるムサシジュに定めたほか、 太陽神シビニア冥界神テシバなど、多神教のパンテオンを整備した。これは、宿敵アッシリアにおける主神アッシュル崇拝に反を得たもので、秘文では、アッシリア秘文の決まり文句、神アッシュルのお力によりを真似た、神ハルディのお力によりが、王の業績を語る、際の上等句になった。ケリシンとは、クルド語で、聖なる、青い石の意。 ウラルトゥ語とアッシリア語の二言語で書かれている。この碑文はイラクイラン国境のケリシン峠に立っている。1837年にドイツ人学者により発見された。ありがとうございます。